新幹線961系電車新幹線961系電車は日本国有鉄道が1973年に全国新幹線網対応車両として開発した6両編成の試作電車編成構成は電源周波数50、60ヘルツ対応の 6M でボディはアルミ合金製でボディマウント構造を採用し新幹線で 初めて客室窓がすべて小型構造となった。主電動機の定格出力は951型を上回る2 7 5キロワットに増強し、東北新幹線などでの走行を想定して、雪切れ室が設置された。運転台には、車上ミニコンピューターシステムを搭載し、またキャラクターディスプレイで情報が、運転手にリアルタイムで伝達される。アトミックは、 自動列車運転装置とほぼ同じ構造で指定された。速度での低速走行や自動停車などができたが、本格採用には至らず、車両モニタ装置のベースとなった。将来的には、電気軌動総合試験車への改造も想定されていたが実現しなかった。多方面への分割、併合を前提として、先頭車両のスカート上部に連結器を常備する設計となっていた。 この結果、先端部カバー内部は連結器を格納しないために空洞となり、蛍光灯が内蔵されて線形試作車以来の内部からの光源で光る光前頭となった。台車は DT9013 型を採用している。1.26号車は通常車両。3号車は当時新幹線としては初の食堂車で食堂利用客と通過客の分離を図る観点から、 速廊下を採用し、食堂は窓側2人席、通路より4人席のテーブル配置で、間接照明とスポットライトを採用し、一角にはソファーコーナーを設置した。4号車は長距離列車での運用を想定した、寝台車と小グループ旅行を前提とした個室とした。特別個室は2室あり、シルバートーンにグレーのアクセントを配した会議室風とキメの壁面に、 エッチング模様、コーナーソファーのある、応接室風都市、2室の間の仕切りは、可動式として一体使用も可能としてある。寝台は、特別個室1室、特別寝台3室、普通寝台を設置。特別個室は、家族旅行をテーマとし2段寝台にソファーを配置、特別寝台は1人用個室でこのうち2室については、寝台は固定として、間の仕切りには、 鍵付きの引き戸を設置し2室利用が可能としている。残る1室は昼間時の1人個室仕様の施策を兼ねて寝台が折りたたみ式となっている。普通寝台は2段式であるが、新幹線の大柄な車体を活かし、枕木方向のワンボックスに加えて、廊下を挟んで長手方向にも寝台を配置した2のあざ配置とした。食堂車は36系のベースとなり、 個室寝台は24系客車のオロネ25系とも共通する点が見受けられる。5号車には内装がなく、両側面に41.5メートルの開口部を4箇所設け、車両の合成と乗り心地との関係を調べるため、わざと合成を低下させ、様々な補強材を入れて耐久試験を行った。完成後大阪運転所に配置され、山陽新幹線、 岡山博多間での試験走行が行われた。ただし、工事の遅れと、労使問題から、当初予定した内容の試験を十分実施するには、至らなかった。1979年に、小山試験船での試験走行を行うべく、浜松工場で必要な機器や、スノープラウを設置の上、東京都品川区大井の車両基地から、栃木県小山市の試験線管理所へ陸送された。 なお塗装は、廃車まで0系に準じた白地に青いラインのままだった。国鉄時代末期には、青帯の下に赤いラインを追加していたが、JR 加護に撤去された。小山試験船での試験走行中の1979年12月7日、当時の電車の世界最高速度記録の時速 319km を記録している。試験終了後は試験線管理所に留置されていたが、 東北新幹線の開業に先立つ1982年5月、同様に小山試験線で試験走行をしていた962系4両と共に仙台総合車両所に移動、検査期限の関係から両者とも自力走行が不可能であることから925系の牽引によった。962型は電気機動総合試験車の925系10番台に改造されたが、 961型は1.45.6号車の4両編成に短縮され、5号車の片側4箇所の側開口部には、両側ともシャッターが取り付けられて、仙台総合車両所に留置されていた。その後行われた速度向上試験には925系10番台が使用され、961型はその出番がないまま1990年8月10日付で廃車された。 東海道、山陽と東北の両系統の新幹線を走行した車両としては、他に、軌道試験車921から1があるだけで、珍しい経歴を持つ車両である。だが、仙台総合車両所へ転用後、出番がなかったため、上越新幹線での走行経歴を持っていない。2017年7月現在、 1.6号車の両先頭車が新幹線総合車両センターに保存されている。なお、カラーリングが200系に準じた白地に緑色のラインとなっているが、これは前日のように現役時代を反映したものではない。他に961型が時速3 1 9トルを達成した際に作成した記念プレートは東京都国分寺市の 光プラザ内にある951型を利用した新幹線資料館の中に保存されている。東京都国分寺市、光プラザ内にある新幹線資料館内部に展示されている時速 319km 達成を記念するプレート。ありがとうございます。